どうも、モズです。最近ね、ちょっと髪の毛の方がね、寂しくなってきたんで、育毛計画を始めますよということなんでね。まあ、育毛計画って言ってもね、飲み薬と塗り薬、お薬に頼るだけなんだけれども。まあ、これね、何回もやってるんですよ。飲んだり塗ったりしてんの。で、まあ経験から言うとね、生えます。うん。生えるんだけどさ、今回ね、ちょっとめちゃくちゃハゲ散らかしてるんでね、大丈夫かなと思うんだけど、まあ生える、うん、間違いない。まあとりあえずね、薬の方を紹介していきましょうか。これカークランド、これがねロゲインのジェネリック。あ、ロゲイン買おうかなと思ってね調べたらね、今円安でしょ。1本ね、4200いくらだったの、4300円ぐらいだな。うわ、ちょっとなんか値段上がってるわと思って、その後気づいたんだけども、あ、円安だと思って。で、一応あの個人輸入で、買うんだけども、仲介の、お店が入ってる。まあそんな感じなんでね、送料だとかなんとか込みでその値段なんだけれども、まあちょっと高くなってんなと思って。で、まあこれね、カークランド、これがね、2本で4600円ぐらい、前後4600いくらだったので、ロゲイン1本買うんだったらさ、これ2本買えるわけだから、まあこっちでいいかみたいなでこれも使ったことあるんでね、まあ効き目はまあ保証すね、個人的にはまあ大丈夫かなっていう感じなんで。で、これが塗り薬で、飲み薬がこれ、ミノキシジルの 10mg、 これ100錠入りね。で、あとはこれ、フィナロイドのこれも100錠入り。これね、これとこれとセットだったんだよね。ちなみにこのフィナロイド、これがねプロペシアのジェネリックジェネリックばっかり違うんだよね。パチンコ、競馬、ボート、最近ずっと負けてんの負けるたんびにね、髪の毛が抜けていくような気がするんだけれどもね、まあむしられてるという意味においてはね、合ってるんだけれど、これね、プロペシアね、買おうかなと思ったんだけれども、28錠で、EU 価格で8300いくらで、アメリカのやつで7200いくら、28錠よ、だいたい1月分で、7,000〜8,000円で、これがねセットで売ってて、ミノキシジルの 10% 100錠とフィナロイド、100錠、これが合わせてね7800いくらだったんだよね。もうプロペシアの1月分買うんだったら、こうフィナロイドの3ヶ月分にこれまでついてくるっていう感じだったんで、まあこっちでいいかと。最近ちょっとね、競馬も G1 始まってますしね、何かと物入りなんですよということでね始め、あ、そうそうそう、でこれがね、最低な、最低キットスターターキットの、まあ、最低限用意するものって感じなんだけど。で、あとね、サプリメント、これ亜鉛、大切な亜鉛って書いてるけどまあ亜鉛は大切ですからね。これ120日分、で関係ないと思うんだけれども、この髪の毛とはショコラ BB プラス、これはもうあの関係なしにね、毎日飲んでるやつなんで、いや一応ね、あの、まあサプリメント何飲んでるかってね、言っとこうかと思って。もしかしてさ、この動画見て、じゃあ俺もちょっと一緒にやってみるかっていう人がいたらさ、実は俺これ飲んでましたなんて言ったら、なんかねずるって思うじゃんまあそんな感じなんでね。で、なんていうのかな、このね、まあチャンネル持ってるんで、まあ面白いからちょっとやってみるかって感じで。で、実はねこれ何回もやってるんだけれども、こうやって買うじゃない。でね、だいたい3ヶ月か4ヶ月ぐらいこう続けるんだよね。
飲み忘れたりして、で飲み切るとね、もう髪の毛も生えてきてるし、まあいいかみたいでやめちゃうんだよね。でそうするとね、また抜けてくんの抜けてきちゃうでまた始めるかみたいな、それもねずっと繰り返しなんだけども。で今回ね、こうやって動画で撮って1年間は最低、続けてみようかと思うんで、なんかね、経過を観察するという意味で、チャンネル登録だとかベルマークの通知だとかね、ちょっと押しておいてくれたら、まあそのこの続きが見れるということで。でね、俺の動ねチャンネルで違う動画もね上げてるんですよ。バイク動画とか、まあバイク動画最近ね、あまりの人気のなさにね、もうやるのやめたりね、だいぶもう消しちゃったんだけども、タバコのね、手巻きタバコの方のね動画上げてるんで。で最近さ、タバコ嫌だなっていう人ね、やっぱ増えてきてるじゃない。でね、そういう人はちょっとね、もう見るのも嫌だ、吸ってるとこ見るのも嫌だっていう人がいたらね、そういう人はまあちょっとあんまりチャンネル登録の方おすすめしないんだけどもね。俺もさ、 YouTube 見ててなんかちょっとね、こういう動画見るの嫌だなとかある、やっぱあるからね、たまにすっとさ、おすすめでさ嫌な動画とか上がってくるわけじゃんね。まあ例えばほら、女性の方がね、ボーンとね胸を強調してね、生地薄めとかね、太ももがバーンとあらわになってるね、見えそうで見えないみたいな、そんなやつとかね、もうお尻突き出したりしてね、もうけしからんですよそんなものは。嫌いだね。まあ敵を知り己を知れば百戦危うからずなんてね、そんな言葉もあるんで、敵を知るためにね、見るようにしてますけれどね、なんだったらね、検索してみますからね、お宝映像とかね、ポロリとかでね、見ちゃうよね見ちゃうあれなんだろうかね、なんかさ、動画アップして1日しか経ってないのにもう何万回再生とかされてるんだよねまあその中のうちの一人が俺なんだけれどもね見ちゃう、もうそんな自分が好きまあとにかくね、まあ別にタバコのね、そんなの気にしないよという方は、チャンネル登録していただいて、経過観察というかね、まあ薬をねこうやって飲むのね不安だったりする人いるじゃない。で大丈夫、まあ体の中に入れるわけだからね。最近でもほらなんかちょっとね、サプリメントでね、そういう事件あったじゃない。だからちょっとね、飲むの怖いなって思ってる人はね、この動画見ながら、お、まだ大丈夫だなこいつみたいなそんな感じでね、見ていただいたらいいかなと、思うんで、まあそんなところかな、いうところは。まあそんな感じかな。まあとにかく、始めます。あ、そうそう、あとさ、こういう薬ね、飲み出したらなんかね、男性の下半身の方がダメになるんじゃないみたいなね話もね、なんかネットでよく見るんだけれども、個人的にね、個人的にはまあ全然問題ないとはね思うんですよね。そんなね、減退するというかね、まああれですよ、まあ、薬でね、DNA だとか、遺伝だとかのね進行を遅らせることができても、この俺のねリビドーを止めることはできませんよ。この俺の、そして俺たちの、リビドーは止められませんよねそんな感じかな。まあね、なんかね、ダメになる、ちょっとたたなくなるとかね、いうのを聞くんだけれど、まあ大丈夫ですよ、経験上ね、もう荒ぶってますからね、まあそんな感じかな。とにかく、1年間ちょっと続けてみようと思うんで、
よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあ終わりますか。それでは今日この辺で、それではまた、バイバイ。